シェイムは PC 上で動作する Wii U のエミュレーターである。カフェミュレーションの略称であり、カフェは Wii U のコードネームである。開発はクローズドソースとなっている。マイクロソフト Windows 向けに2015年10月13日にリリースされた。2019年4月現在、2週間に一度更新され、パトリオンを通じて寄付をしたユーザーは、一般リリースの1週間前に、 最新版やベータ版を受け取ることができる。まだ開発中ではあるが、特定のゲームをスムーズに実行可能となっている。2017年1月、シェイムがグラフィックパックを通じて 4K 解像度でのゲームの実行に対応したことが発表された。なお、このソフトウェアは任天堂によって公認されたものではない。この4つの条件を満たす必要がある。なお、 インテル GPU は公式にはサポートされていない。2020年3月現在、Linux および MacOS 版は存在しない。シェイムはあくまで PC で Wii U アプリケーションをエミュレートする実験的ソフトウェアとして位置づけられている。しかし数多くのゲームにおいてスムーズに動作可能になっており、公式サイトの互換性評価では Wii U ソフト全体の20%が完璧。 35%がプレイ可能と認定されている。マルチスレッド処理を行い、パフォーマンスを高めている。オープングル、またはバルカンで描がする。シェーダーの動的コンパイルに時間がかかって書くついたり、フリーズする問題をクリアするため、一度使用したシェーダーをキャッシュし、ゲーム起動前にあらかじめコンパイルする。しかし一部タイトルでは膨大なキャッシュが必要になるため、 必要なメモリ容量が膨れ上がり、起動に時間がかかる問題がある。テレビとゲームパッドの両方のオーディオがサポートされている。サラウンドサウンドのサポートが計画されている。2020年3月現在、Wii U ゲームパッド、Wii U プロコントローラー、および Wii クラシックコントローラー、クラシックコントローラープロがエミュレートされている。また、Wii リモコンも使用できる。 そして入力デバイスとしてのキーボード入力、USB コントローラーがサポートされている。ゲームパッドタッチ入力は、マウスの左クリックで制御でき、ジャイロ機能は制限付きでエミュレートされ、マウスの右ボタンおよびホイールで制御可能である。ゲームパッドの画面を表示するには、タブキーを押す必要がある。CTRL タブを押して、画面を切り替えることもできる。さらに、 ゲームパッドビューは2番目のウィンドウに表示可能である。シェイムは任天堂ネットワークへの接続を概ねサポートしている。公式サーバーへの接続には一部のシステムファイルを Wii U 実機からダンプする必要がある。ありがとうございます。